金森忠史10月5日隊は、日本の政治家、国民民主党三重県連代表、衆議院議員、三重県議会議員、四日市市議会議員、民主党、旧国民民主党三重県連代表などを務めた。勲章は、乱寿法章2000年、朝日章受章2007年、三重県四日市市生まれ、 三重県立四日市工業高等学校卒業後、富士電機に入社。四日市市最大の労働組合である、富士電機労組に加入し、組合活動に従事する。1975年に、四日市市議会議員選挙に立候補して、初当選した。以後当選4回。1990年に、四日市市議を辞職して、 三重県議会議員選挙の補欠選挙に立候補して、当選。三重県議も4期務め、2003年に政界を一旦引退した。引退後も民主党三重県連幹事長の職に留まり、県政会の実力者であった。2009年に、三重県選出衆議院議員の岡田克也から要請を受け、比例党会ブロック単独で第45回衆議院議員総選挙に、 民主党公認で立候補。比例会であったが、重複立候補していた候補者の大半が小選挙区で、当選したため、当選した。2010年9月の民主党代表選挙では、菅直人の推薦人に名を連ねた。2012年に、民主党三重県連代表に就任した。2012年12月に行われる第46回衆議院議員総選挙には、立候補せず、 引退することを表明した。2014年12月に行われた第47回衆議院議員総選挙では、比例会に名簿搭載されるも落選。2018年に所属する民進党が国民民主党へ移行したが、民進党上任顧問の岡田や県連代表だった。 柴広和らはこれに参加せず無所属となったため、三重県からは同党の所属国会議員が不在となり、金森が国民民主党の三重県連代表となった。2020年に野党再編をめぐり国民民主党が分党し、国民民主党が結成された際も引き続き県連代表に就いた。ありがとうございます。